こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon、カナダ、あるいはヨーロッパ、またはメキシコ、これが儲かるかどうかというお話です。結論から先に言いますとですね、アメリカの Amazon で儲けている商品をカナダやヨーロッパでも売れそうだから、そっちでも売ってみようと言うんであれば OK です。やってみる価値は十分ありますね。ただ逆に、アメリカ Amazon だと、儲かる商品が見つからないと。アメリカ Amazon で儲かると思って出してもすぐ値下げ競争になっちゃいますと。こういう商品をカナダやヨーロッパに出しても同じく値下がりしてきます。アメリカ Amazon で儲かる商品が見つからないんだと、カナダやヨーロッパでもやっぱり見つけにくいと思います。Amazon の仕組みとしてですね、まず FBA を使うと儲けやすいっていうのがあって、FBA を使うのがカナダとかヨーロッパっていうのはアメリカほど簡単じゃないです。で、簡単じゃないのをね、乗り越えて使ったところで、市場が小さいとかね、税金高くて儲けにくいとか、あんまメリットないです。で、何より、今は、ホリデーシーズンの、準備期間というかですね、あと、1ヶ月、あるいは2週間、または3週間、せいぜい3週間ぐらいでですね、アメリカアマゾンにできるだけ多くの商品をホリデーシーズン用に入れたいとこですね、そんな時に、カナダとかヨーロッパどうかななんてね、商品探ししてる場合じゃないです。どんどんアメリカで、売って儲かってる商品を補充してください。アメリカに補充するのが最優先です。で、暇な時期というかね、ホリデーシーズン一段落した後に、この商材、カナダ、ヨーロッパ、あるいはメキシコどうかなというので売るのは、全然 OK だと思います。いや、ところでですね、アメリカアマゾンのセラーセントラルで、カナダとメキシコ管理できてたんですけど、いつの間にかメキシコ消えてます。メキシコでね、アメリカみたく荷物がちゃんと届くのかと。アメリカはね、投げたとはいえ一応ほとんどの荷物がね、届くと。たまに届かないことがある程度ですけど、メキシコだと多分そこまでの精度も期待できなかったんじゃないのかなと。トラブルが多かったんじゃないのかなと思います。実態どうかわかりませんけどね。いずれにしても、初めの段階ではアメリカに集中するのが一番効率いいです。ましてや今、ホリデーシーズン控えてますんで、ホリデーシーズンが終わるまではもうアメリカ一本に絞るというのがおすすめです。そんな形で、カナダ、ヨーロッパ、メキシコ、結論から言うと、儲かってる商材を、そっちでも試してみようというケース以外は浮気をせずにアメリカ一本でやった方が、儲けやすいです。また自分のケースはどうなんだろうと、この商材どうなんだろうというのがあればですね、ご相談ください。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。